男に残された時、本当に時間がないですね、たっぷりいろんなことを試してる余裕なんかない。本当に俺には時間がないんで。とにかく一日も早く俺たちのこの WMC が頭角を現していかないと、もうすぐにでも我々はもうこの力をこのマット界に誇示していきたいと、そう思ってますね。ぼやぼやしてる時間ないでね。俺にはもう時間はない。レスラー生活今年で28年、人生の半分以上はさまざまなものとの戦いだった。28年ね、あっという間というか、まあ苦しかったですね。もがき苦しんでましたね、プロレスをやめようと思ったことなど何度もあった。しかし苦しみ抜いた末にたどり着いた理想の場所。田尻さんのアイデアに満ちた本当に可能性満載の新団体なんじゃないかなと思うんですよね。そこが楽しみでしょうがないですね。ようやく掴んだ自分の居場所。しかし28年リングで戦い続けた代償はあまりにも大きかった。時々なんか端っこの方でなんか膝を押さえて、なんかこう幹部を見られないようにしながらですね、なんかこうやって、で何も食わぬ顔して戻ってきたりとかするわけなんですよ。ジャパニーズバズソー田尻、世界最高峰のプロレス WWE で一時代を築き、新しいレスリングのクラシックを追求するためアキララと共にこのリングを作った。プロレス通してこう自己主張し続けないと本当にね、死んじゃいますね。僕たちは言いたいことが山ほどあるから。アキラとタジリ、勝った者が旗揚げ戦でデーブ・フィンレイと戦う。デーブ・フィンレイ、ぜひともフィンレイと戦ってみたいって思うんですよ。僕がヨーロッパ遠征に1990年に行った時に初めてそのプロレスの面白さを教えてくれたのがフェンレイだったんですよ。あ、プロレスってこんな面白いんだと、こんなことができるんだというのを気づかせてくれたのがフェンレイとの一戦だったんですよね。フェンレイと戦いたいのは俺も同じ。 Keep Wrestling Classic。フィンレイからのメッセージ、旗揚げという新たな船出の時、進むべき道を示してくれたフィンレイともう一度戦いたい。フィンレイの身につけてるプロレスっていうのはですね、もう地球からなくなりつつあるプロレスだと思うんですよね。あれって少しでも触れておきたい、そして僕らが継承しなくてはいけないと、それがまあ言ってみればこのレスリングニュークラシックの大きなテーマと言えるんじゃないかなと。体の衰え、時の流れが男を刻一刻と追い詰めていく。若かりし頃プロレスの素晴らしさを教えてくれたフィンレイと戦いたい。俺には今しかない。目の前に手が届くところにあるような気がするんですよ。だからなんとかこう今やんなきゃもういけないんだと思うんですよ。本当に時間がないんです。